オープン戦、マリナーズ・ブルワーズ、21日、日本時間22日、アリゾナ州ピオリア・マリナ。イチロー外野手が9番左翼で先発し、オープン戦復帰を果たしたが、2打数無安打に終わった。3回先頭の第1打席、4回の第2打席とも左腕スーターの前に空振り三振に倒れ、5回の守備から退いた。14日のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛め、途中交代。故障発生直後は、歩行も困難で開幕が絶望視されるほどの状態だったが、特殊マシンのトレーニングなどで驚異的に回復。19日、同20日にはマイナーの試合で11打席に立ち、10打数3安打14球の結果を残すなど、順調な回復ぶり。サービス監督が、復帰前に、100% かどうかを確認したい、という一方で、マイナーの試合で実戦に復帰したイチロー自身が、本当はメイン、メジャー、のゲームが、もちろん、と話すなど、史実上の OK サインを出し、この日の復帰戦となった。マリナーズは1番ゴードン、3番カノ、5番シーガー、6番ハニガー、7バンズニーのら開幕オーダーが予想される選手もスタメンに名を連ねた。